甲府宮城は在日朝鮮人2世の小説家。本名は金天三。1932年山口県下関市に生まれる。3歳にして母と死別し、石炭中市であった父に育てられる。高等小学校中退後、職を転々とする。その中で朝鮮が日本の植民地であったことが。 差別と貧困につながっていることに気づき、政治活動に参加する。1971年、初の著作、夜が時の歩みを暗くする時を上司する。1975年、生きることの意味で、日本児童文学者協会賞、産経児童出版文化賞を受賞するが、同年、一人息子の岡正史が12歳で自殺した。その意向死臭、 僕は12歳を妻の岡由里子との編さで観光、1979年に NHK でテレビドラマ化された。その後、新蘭と単二章の教えに消えし、著作のほか各地で講話活動を行う。2008年3月30日に放送された板部特集に出演、爆笑問題の太田光が自宅を訪問し、話題となった。二千十年、 自らのメッセージを綴った言葉の本、甲文明の言葉愛の地は自分のものではない。また集大成として、古事記の時代から現代まで、日本史の闇を紐解く5年がかりの書き下ろし大著、ガ愛アイザンマありがとうございます。